皆さんこんにちは。研究者元気です。今回は便利なツールを使って英語論文を爆速で読む方法を紹介したいと思います。では早速始めていきましょう。で、今回は目的別に2つに分けてご紹介したいと思うんですけど、1つ目は論文全体を一気に日本語訳、ツールで日本語訳してしまって、ざっくり全体を素早く把握するという目的に使うものですね。で、もうすでにご存知の方も多くて、すでに使ってらっしゃる方も多いと思うんですが、使うのは DeepL です。で、DeepL の使い方について、DeepL 使って論文を効率よく読む方法は、詳しくはこちらの動画で紹介したので、そちらを見ていただければいいかなと思うんですけど、その時に、PDF の開業問題っていうのがあって、で、PDF を DeepL にかけた時に、自分が意図してないところで PDF 開業されてしまって、うまく訳せないっていう問題があるので、それを今回は解決する方法もご紹介します。で、シェーパーの利用か、ブラウザの検索窓を使って解決できるかなと思います。で、もう一個が、その日本語訳はしなくて、英文の自分で訳すのは自分の頭の中なんですけど、一文一文の意味を確認しながら読み進めるということで、英文を自分の頭の中で訳すんだけど、その時にわからない単語があるので、その単語は辞書ツールを使ってその単語の意味をパッと確認しながら自分の頭の中で訳しながら進めていく方法ということで、こちらを紹介します。で、この時に使うツールは マウスディクショナリーですね。または DeepL のコントロールプラス FQ でもできますが、似たようなことはできます。で、これで PDF 内の単語を確認しながら、自分の頭の中で意味を確認しながら読み進めるという方法が2つ目です。では最初に1番目の方法から説明をしていきたいと思います。ではまずは DeepL を使って論文の一気に日本語訳して内容を確認する方法からやってみますが、で、使うサンプルとして使用する論文は著作権の問題もあるので自分の論文でちょっとやってみますが、このように論文のウェブページがある場合はすぐできて、訳したいところを選択して、で、コピーして、DeepL のサイトに貼り付けてやれば日本語訳で出してくれますけども、もっと便利なのは DeepL のデスクトップ版を自分のローカルの PC にインストールすると、それでここで選択して、あとコントロール C 2回押せば、勝手に DeepL が起動してこうやって日本語訳してくれますね。なので DeepL 使う場合もブラウザでやるよりは自分のローカルのパソコンにデスクトップ版をインストールしてやる方が早いです。で、次にこのようなウェブページが、論文のウェブページがない場合とか、あるいは論文の PDF だけ持ってる場合ですね。このように論文の PDF だけある場合どうやってやるかっていうと、同じように自分の訳したいところを選択して、コントロール C 2回押せば DeepL が勝手にやってくれますが、この場合は PDF の開業問題というものがあって、この PDF の中で開業されている、例えばこことかここですね。こっちで開業されているところでそのまま開業されちゃうので、ここ文が途中で切れて、このようにうまく訳せないっていうことが多々起こります。で、これをどうやって解決するかなんですけども、2つ方法がありまして、他にもありますが、簡単なのは2つ方法がありまして、で、1つ目はシェイパーっていうツールを使うっていうやつですね。で、それはここのサイト、動画説明欄に URL 貼っておきますが、で、その引用の元も貼っておきますけども、ここに貼り付ければいいと。で、これを訳したかったら、じゃあこれを選択してコントロール C でコピーして、ここに貼り付ければ、これを開業の問題、ここで変なところで切れちゃったのもちゃんとうまくやってくれて、さらに最近ではここに DeepL で翻訳するっていうボタンもついたので、もともと Google 翻訳だったと思うんですけど、最近では DeepL で翻訳するになったので、これ押せばそのまま DeepL で、開業問題すっきりした、開業問題がなくなった状態で訳してくれるので、とても便利です。で、もう一個は開業問題、このシェイパーっていうツールを使うか、あるいはこのブラウザでも開業を消してくれます。例えばここでこれコピーして、で、ここのブラウザの検索窓に一回ペーストしてから、で、これを全体選択するんで、コントロール A で選択して、
で、コントロール C2 回押すと、この状態、ブラウザの検索窓に1回貼り付けた状態で DeepL にかけてあげると、このように開業、変なところで開業されてしまうという問題がなくなって、綺麗に DeepL で訳してくれるかなと思います。で、このような方法を使って、まあ、DeepL、まあ、Google 翻訳でも結局はいいと思うんですけど、DeepL か Google 翻訳を使って論文全体をの内容を素早く確認するという目的なら、こういうやり方でやるのがいいかなと思います。でも自分でも論文の英語を確認することは重要だと思いますので、まあ、DeepL に任せっきりにしないで、一つ一つの論文の内容を、まあ、書けた後でもいいので、内容英語を自分で理解するということも重要だと思います。で、次は英文は自分の頭の中で訳すんだけど、その一個一個の単語の意味わからないときにちょっと確認したいっていう方法を説明しますが、マウスディクショナリーっていうとても便利なツールを使います。で、マウスディクショナリーはブラウザの拡張機能で、まあ、簡単にインストールできるので、インストール方法はここでは説明せずに、その使い方だけちょっと説明していきます。で、拡張機能をマウスディクショナリー入れると、こういうアイコンが出ますんで、これを押すといきなりもう起動します。で、これ起動した状態で、ここの自分が知りたい単語の上にマウス持っていけば、それだけでここに単語の意味を出してくれるというやつ で、これは自分でわからないところだけマウス持っていけばいいので、まあ、自分で英語を読みながら論文を読み進めていけるので、とてもいいかなと思います。それで、これも PDF の場合どうするかなんですけど、 PDF の場合はまあ、前は別のツールを使わないとちょっといけなかったみたいなんですけど、最近ではこのマウスディクショナリーだけで完結してて、このアイコンの上で右クリックしてオプションを出して、そうするとこのマウスディクショナリーの設定画面が出てきますの で、その中に PDF ビューアーっていうのがあって、で、ここでこの中で、今これブラウザで開いてますけど、このブラウザの PDF ビューアーの中で PDF 開くと、うまくマウスビューアーが起動して単語の意味を訳してくれます。こうやってこの論文ここに投げると、またこの起動状態になるので、これ同じようにやるとまた単語の意味こうポップアップで出してくれるので、調べながら読み進めるという感じで、このマウスディクショナリーに付属している PDF ビューアーを使って単語の意味を一個一個確認しながら読むことができます。はい、では今回の話のまとめです。今回は便利なツールを使って英語論文を爆速で読む方法ということでご紹介しました。で、目的別に2つの方法を紹介して、まあ、1つ目は一気に日本語訳してざっくり全体を素早く把握するということで、まあ、DeepL を使った方法で、2つ目は一文一文の意味は自分の頭の中で訳すんだけど、分かんない単語をの意味を出してくれるというマウスディクショナリーを使いながら読む方法をご紹介しました。もっと効率よく論文を読む方法があれば、ぜひコメントで教えてください。今回の内容がもしよければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。感想やコメントなどもいただけると励みになります。では今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。